巨人対ハムの試合見どころが多すぎる。2回、坂本勇人の2203日ぶり DH でいきなり先制ホームラン。鈴木の打法か、鈴木のパワー、いったー、ゴーム行きました。なんかスキャンダルあるんか、腐っても坂本ご機嫌やな。増田ノーアウト1・2塁を2アウト2塁にする。阿部監督、増田を2番スタメン起用。ままスダ2番マスダ、マスダスタメンでもヤバいのに2番は草、連打で見せ場到来。バント空振りで伊豆口飛び出す。何やってんの。はあ、そうですか、マスダが悪い、こんなの飛び出るわ。バント一塁セーフアピール。リクエスト失敗。無駄にツーアウトになってて草、バント失敗矢印リクエスト消費なんやこれ。ノーアウト1・2塁がツーアウト2塁になるマジック。増田使った阿部の責任。日ハム水谷だと豪からソロホームラン。いったー、うおおお入ったー。水谷こいつ本物だろ。おお、なんなのこの大打者。吉川尚輝、日本ハム、山崎から第2号スリーランホームラン、リードを5点に広げる。尚輝たまらん、きたー、うおー尚輝、阿部采配ズバリ、あー尚輝最高。増田大輝にアクシデント、走塁で足を痛めて負傷交代。取ったよ。はぁ、故障かい、増田故障か。増田の様子が変です。スタートからおかしいな、なんか悲しいよ。増田行く、門脇の使われ方よ。7回に萩尾の犠牲フライで1点追加。オッケー、最低限、ナイス最低限、実質4番。これはいいフライ、萩尾最高やん。日本ハム松本剛、巨人戸郷から今季第1号ソロホームラン。嘘でしょ、選手会長まさかのホームラン。いや、ここで行くんかい、いつ以来の打点だよ。入った会長、吉野センサーいける。